出来よくね。あれ何フィギュア？いやポスター、うん、いやフィギュア。めちゃめちゃ出来よくね。あれあれ何センチあるんだろう。170ぐらいあるよね。いやメテルでも背高そうだよね普通に、うん、あのガキンチョウは、まあ、ガキだから背低いんだろうね。キスロー出るって機械なんでしょ多分。うん。それだからなんか裸っぺって見せて、うわーとか言うんでしょ。その体は。でもなんか不思議な世界観だよね。鉄道ないんだっけ、何か39だっけ。うん。でも鉄道何も気にしないでしょ。あれもロボットになりたかった。機械の体が欲しくて旅してんだっけあれ。違う。なんかね。あいつなんで旅してんの。なんだったっけ、なんか理由あんだよあれ。なんだった。忘れちゃった。けど本当はメーテルが、メーテルの母ちゃんだっけ、プロメテウスだっけ、うん、のバナナのなんかね子供を連れてこいみたいな。で子供を連れてきてなんかしようとする。しかも生身だもんね唯一のあの世界の中では。確かそんな設定で、ね、鉄郎が来るんだよ。なんだそれやと思って。所長さんはなんであんなブラックホールみたいな。わかんない。ああいう謎なんだよ。メーテル今まで騙したのかとかっていう喧嘩のシーン、会話はある。あー、スリーナインな、全部撮りてえな、やんねえんだよな。スリーナインって今風で味方変えたらちょっとモネショだね。まあ一緒だ。うん。だから俺大好きなんだよ。まあメーテルみたいなやつだったらね、しょうがないね。うん。どんな子供でもちょっと初恋しちゃうよね。女性の自分でもメーテルみたいな人が実際にいたら多分一瞬恋する。フィギュア見たとき本当にドキンドキンしたの。やべえ。写真で見たときはうわすごって思ったの。でもキツネみたいな目してない。いやそれがいいんで、魅力的なんで、あの釣り目っぽいとこが、あのなんか魅惑的な目。まあ、ちなみにだけどメーテルの劇、はい、あ、スリーナインの劇役でメーテル役の人だったの。どうだった。あ、そうなんだ。最後だ。死んじゃったし、亡くなっちゃったからね。なんかめっちゃ曇っちゃった。だからちょっとショックだよ。代役誰なのか分かんないけど、うん、なんかすげえ曇っちゃった。まあ大丈夫、少しだけ開けよう。うん。わあ見て、超雲海じゃん、あっち。やべやべ、写真写真。今がちゃん。あ、やべ。シャッター音変えようかな、なんかピローンって。変えられんの。あ、変えられないんだけど、音ピローンって。あ、多分あれ、カシャだけだっけ。多分 iPhone じゃない。 iPhone ってそうだっけ。 Android の時はなんか音変えられたのに。できない。調べてみよう。なんか私もそんな気がしてきた。あー、釣りない見てえな。また一時期アニマックスでめっちゃやってたんだよ、相当前だけど。あ、そう。まあやりそう、アニマックス。ああいうの好きだもん。銀河鉄道スリーナインは良かったな。ちょっとあれは興味ないけど、シャーロック・ホームズ。ああ。なんだっけ、あとヤマト。ヤマトは違うかも。ああ、ないや、シャッター音なかった。あれヤマト、そうだっけ、同じ作者だっけ。あ、違うよね。変化わかんないけど、でもシャーロック・ホームは同じだったし、あの辺はあんまり好きじゃないと思いますけど、スリーナインはすごい好きだった。でもいいよね。見えてる。写真撮りたくなるの分かりますよ、お姉さん。ちょっと一回これ顔出したいのか、お前。いいよ。じゃあちょっと顔出しな、ここ。ちょっと開けるね。よくおててないね、するんだよ。顔出してるの。あ、これ、テスラ足はないんだ、確か。思い出した。機械になった。そう。メートル。なんか私の興味、体に興味あるとかあるよ。いや、これな。どういう意味だよ。卑猥な意味で撮っちゃうんですか。そう、俺はもうメテルとしているだけでいいからと。最高。
照れながらなのかも。最高のとこじゃん、一緒にいるだけでいいって最高だ、言われて。あ、違う、つづるはいる。うん、言われて。言われたことね。俺がいるじゃん。うわ、ありがとう、はい、見てくれて。顔を待ってても、あれなのかな、登山口があそこにあるとか。多分この辺のどれかで、ね、登ってみたいんだ。ラジスケパッチ。あ、いいや、みんな右回る。右なんだっけ、アキルの鹿見たけさ。コキステーション。あー気持ちいいな、ここ。本当に毎週来る価値ある場所だよ。で最終回は別れるんですよ、確か。うん、あの名店と。なんで別れるか分かんない。あー、もうこのガスがいいね、このガスガスが。救助隊の人がヒーヒーしながら上がってんだもん。体力ある人たちがヒーヒー言ってるってことは、我らがヒーヒー言ってもおかしくないわけだよ、まあ、多分救助隊はあれ使ってると思うけど。うん、まあちょっと装備が違うからね、いろいろ持ってるし。てか多分あそこまで車で行ってると思う。ゆうちゃん失礼だっけ、あの時さ、すごい一番ケツの方にいた人、太ってた人だったじゃん、うん、先どうぞみたいに兄さん、うん、辛そうだったあのお兄さんが。やば、これやば、最強じゃね、最強。この右の空、キャンプ場行って終わりなのかな、この橋。気になるんだよね、この橋、右の。気になるんだよ、あ、そうでもね、あんまり。これか、下の方ここ行ってみたくない。今日、今日は前撮ったじゃん。あ、そうだっけ。橋は撮ったよ、下の方は行ってないけど。下行ってみたい。何に行くのか下の方。すごいね、このガスビー。たらーん、ガスビーって。温暖さでうまく育たないかったりとかしてるじゃん。玉ねぎがさ、いや、まあ、未熟っぽいやつが売ってるからかさ、悩んで切るだけですっげえツーンってきて涙めっちゃ出るんだよ。最近、今まで最近の玉ねぎってそういうのなかったけど、今売ってる玉ねぎ結構辛い。あ、ケチャップ買わなきゃ。ケチャップとあれ買いたいんだよ、簡単。簡単のさ、うん、あれなんだっけ、漬物のやつ、簡単に作れるから、漬物。そんなのすごい、お酢とかが売ってるコーナー。簡単酢、簡単酢じゃないやつ、なんか浅漬けの素みたいなやつ、液体の。 あれあると便利、まあ、あれとキュウリやったらもう最強じゃん。
見てね。奥多摩市になるんじゃないの？すげえ、奥多摩。ああ、このガスガス具合いいよね。